解放されます。この空、はあ、悲しい。辛いもんだな、会いたいのに会えないなんて。まさかこんなことが起きるなんてね。ほんと想定外だよ。へっ、明日はもうおテント様を拝めないかもしれねえな。なんだ皆の者、一体どうしたというのだ。ああ、キャベツロスになっているんだ。キャベツロス？毎年この季節にキャベツの大収穫が行われるだろう。しかし今年はそのキャベツたちが来ないらしい。気候の問題に加えて今年のキャベツたちは方向音痴の個体が多く、全部まとめて見当違いの方向へ飛んでいったようだ。なるほど、随分と間抜けなキャベツがいたものだ。それで皆がキャベツロスになっていると。ああ、キャベツロスに陥った者たちはそれはもうキャベツを使った料理が食べたくて仕方がないのだとか。キャベツ炒め、キャベツサラダ、ロールキャベツ、とんかつにもキャベツの千切りが欲しいよね。ああ、シャキシャキとした食感が恋しい。思ったより深刻そうだな。ご近所のマダムに元気がなかったのもそのせいか。仕方ない、このバニルさんが一肌脱いでやろう。一肌脱ぐとは？我が輩を誰だと思っている。魔王より強いかもしれないバニルさんだぞ。キャベツ、すいません、サンタもください。こちらゴタマだ、早く食わせてくれ。ヘイマイド。バニルさん、これはどういうことですか？へいらっしゃいって客ではなく何時たちか。キャベツをこんなに大量にどうやって仕入れたんだ？難しいことではない、我が輩の力で道に迷ったキャベツを見つけ出しただけのこと。住民が無気力なままでは悪感情も楽しめないものでな。それに見ろ、飛ぶように売れていくぞ。もう私が気にしてるのはそういうことではありません。表の看板は何ですか？ミズ魔道具店の看板を下げてバニル製菓店って、正気ですかバニルさん？正気だ、商売はうまくいっているし問題ないではないか。問題終わりだ。カフェのお客様が減ったと思ったらこんなことに。売りであるサムイドウの野菜の魅力が半減よ、営業妨害だわ。それは確かに困るな。カフェの経営不振は俺の生活にも関わるぞ。バニルさん、説明してください。バニル実に微妙な感情だ。バニルさん、笑ってないでちゃんと答えて。案ずるな、獣耳娘よ。もとより店内にある野菜が売り切れたら店は畳むつもりだ。そうなの？ああ、生活が破綻して幼き獣耳娘がお腹を空かせることもない。安心しろ。それにこれは元を正せばポンコツ店主の責任でもある。私の責任？そうだ、我が輩がキャベツを仕入れたのは妙な商品ばかり仕入れて作った赤字を補填するため。補填が済めば店の看板は元に戻そう。その後は再び魔道具店の店番に精を出すがいい。そうだったんですね、ありがとうございますバニルさん。私今まで以上の目利きになれるよう頑張りますね。そこは期待しておらん。とりあえずこのキャベツを売るのを手伝ってもらおうか。ついでだ、そこの獣耳娘たちも手伝え。早く完売させて店を閉めてほしいのだろう。
それに報酬も弾もう。喜んで。はーらっしゃい。バニル青果店はキャベツが大安売りだ。らっしゃいらっしゃい。悪勘定ももらって赤字も清算して皆を手足のように扱う。バニルのやつ本当にやり手だな。この巣はメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この巣はうり上げも頭打ち、季節の商品も伸び悩み。さて、どうしたものか。バニルさん、ポンコツ店主の作った赤字の補填ばかりでは経営も破綻する。何か起死回生のヒット商品でも作らねば。バニルさん？ん？コーマの娘か。このポーションをください。えい、毎度。時に娘よ、一つ聞いてもいいか。どのような新商品があれば便利だと思う？便利な新商品？パッとは思いつかないですね。他のみんなにも聞いた方がいいと思いますけど。そうだな、ぼっちの何時に聞いた方が間違いか。ぼっちじゃないから。フニフラさんとかドドンコさんとか、里には友達がたくさんいるもの。友達、そういえば聞いたことがある。人間の間のヒット商品は若い女性の口コミから生まれると。よし、それであれば何時の友達をすぐに集めろ。え、どうして？決まっているであろう。リサーチのために話を聞くのだ。それになかなか声をかけられない何時のことだ。頼まれたという大義名分があれば声をかけるきっかけになるのではないか。確かに。集まり次第やるとしようか。女子首脳会談をな。みんなお願い。ねえ、みんなは好きな人いるの？何ですか？喧嘩を売っているのですか？喧嘩とは何だ？せっかく何でも話せる和やかなムードを作ってやっているというのに。言われた通り集めてきましたけど、これで大丈夫ですか？うん、友達が少ない割にご苦労であった、ぼっち娘よ。ぼっちじゃないですから！そもそも女冒険者は集合なんてどういう風の吹き回し？なーに気にするな。最近のナンジュラの話を聞いてみたかっただけだ。最近ですか？私は一人ジェスチャーゲームとか一人トランプとか。そっちのコーマの娘はどうだ？無視。最近の私は一味違いますよ。威力向上スキルを習得して爆裂度をさらに邁進。相変わらずだね。でもそれは私もかも。ダストに貸したお金は返ってこないし、クエストに行ったら私ばかり働かされるし。苦労してるようだな。ストレスもたまりそうだ。そりゃそうよ。だから野菜や果物を積極的に取るようにしてるの。もともと好物っていうのはあるんだけどね。体の内側からデトックスしないと。冒険者は体が資本だもの。なるほど。確かに野菜を食べると次の日の爆裂魔法のキレが違う気がします。野菜か。だが生野菜は保存には向かないからな。でも一人だといつも同じものばかり注文するから、食べる野菜も偏ってきちゃうわよね。食べる野菜、偏り、保存。そうか、よくやった、ぼっち娘よ。今ので我が輩思いついたぞ。
だからぼっちじゃないですから。売れる、これは売れるぞ。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。あら、あれはパニルさん、実演販売かしら。野菜は健康にいいのはわかるけど、一人だと食べられる野菜の種類にも限りがあって、ああもうどうしよう。そんな風に思っているものは多いのではなかろうか。わかるわ。それに野菜ってちょっとお高いものね。そこで我が輩がおすすめする商品がこちら、パンパカパーン、ぼっち飯野菜チップス。20種類の野菜をチップスにしたことにより保存性も抜群。ぼっち飯だろうと様々な野菜を摂取することができる。20種類すごいわ。クエストに持っていけば非常食としても大活躍。安くて味も抜群。これよりお一人様10個までの超特価。うちは10個もらうわ。娘がウィザードをやってるの。私も、あの肌の調子が悪いんだけど、それも改善するかしら。もちろんである。買うわ、こっちも10個よ、お願い。ヘイマイダリー。まさかあのバニルがここまで商売の道を極めるとは思いもしませんでしたが、大ヒットですね。話を聞かせてもらった報酬代わりにたくさんもらったしね。今度のクエストに持っていこうかしら。でもぼっち飯ってネーミングどうかと思うの。らっしゃいらっしゃい、安いよ、うまいよ。このそば